今日未明にですね、名古屋市名東区のマンションで火事がありまして、1人が遺体で見つかりました。午前4時15分ごろ、名古屋市名東区藤ヶ丘の11階建てマンションに住む女性から下の階から火事だと110番通報がありました。消防車など17台が出動しまして、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、7階の一室が全焼しました。警察と消防によりますと、この火事で焼け跡から1人の遺体が発見され、59歳の男性が煙を吸うなどして軽い怪我をしました。遺体は男性の母親である88歳の女性とみられます。警察は身元の確認を進めるとともに出火原因を調べています。